皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。クリスタニライディングメソッドライテクを学ぼうの小川です。これからバイクに乗りたいと思う方へこの動画が少しでも参考になれば嬉しいです。第3回は足つき性は解消できるです。街中とかでね、やっぱり足つきに不安を覚えている方がたくさんいるので、そういう方の不安をちょっと解消したいなと思います。僕もね、身長165センチがなくて165センチしかなくて、ほとんどのバイクやっぱ足つき性が悪いんですけど、そんな中でも特に困ることなく大きなバイクも乗れるので、ぜひ参考にしてみてください。最近のバイクってやっぱり特にスポーツバイクはシートが高いけれども、正直言って足つきがちょっと不安なんだよね。もう最近のバイク、僕も背がちっちゃいからもう全部高く感じるんですね。でそもそも足つかない前提でいつも僕も乗ってるので、大きいバイクとかだと一回くらってくると支えられないので、フラッと来ても大丈夫なようにもうできるコツをちょっと今回やってみようかなと思います。じゃあまずまたがってみます。はい、またがってスタンドを払います。でバイクを直立させようとするとどうしてもこう両足がツンツンの状態になってしまうんですね、僕の場合。なので街中でもよくこういう人を見かけるんですけど、これだともうどっちかに倒れちゃうと支えられないですね、絶対ね。なんかちょっと揺れたり風が吹くだけでも怖いよね。そうですね、ちょっともう見た目にも不安だし、ちょっと雨降ってたりしてマンホールとかになるともう本当に滑ったりして、それも危ないので、この状態は極力避けた方がいいかなと思ってます。でコツとしては停車したらリアブレーキ使って止まるのってこういう形になってると思うんですけど、この後もうちょっとあれですね、腰を左側にずらしちゃってバイクを傾けちゃう。でつま先をべったりつけるっていう感じですかね、気持ちとしては。バイク傾けて重くないの？このぐらいだったら逆に重くなくて、どちらかというと安定感が強まってる感じです。もし余裕があるんだったらもう本当にもっとずらして足をちゃんとついちゃうっていうのもありだと思います。あ、信号待ちでね、あんまりにも不安だったらちょっと傾けて足ちゃんとついてるっていう方が安心かなっていう気はします。その状態で反対側に倒れそうな気はしないの？反対側には絶対行かないですね。 ここまでちゃんとしてればもうハンドル切っても全然安定してます。それは今車体が少しだけ左に傾いてるからかな。そうですね、ちょっと意識して傾けてあげた方が安定感出るんでいいかなと思います。ただね、こうやって止まった時にニュートラルに入れたいとかそういう話がまた出てくるので、それはちょっとこの後やっていこうかなと思います。このままだとやっぱりニュートラルを出せないので、右足をつくようにちょっと足を入れ替えてみます。ちょっとやってみます。右足をつくときはもう本当に右側に傾けちゃう感じですね。でこの状態でニュートラルを出すと、やっぱ左右足を入れ替えるっていう時に不安になる方が結構多いと思うんですけど、僕もそうですけど一瞬もう宙に足が両足浮いてる時間があります。でも意外とオートバイはパタッとはここではいかないので、安定してるので。浮いちゃっても倒れないんですか？そうですね、そんなにふらってくる感じはないし、どっちかに傾けていれば安定しているので、これはちょっと練習してもらった方がいいかもしれないですね。こんな感じで。でも入れ替える時って左から右、右から左へ、腰を普通にずらせばいいんですか？ちょっと意識したいのは腰をちょっと円運動させるというか、足を前につく意識ですかね。こうやって横についちゃうとちょっとフラッと来やすいので、それよりもちょっと足を前について腰を円運動させる
円運動。円運動ですね。ちょっと分かりにくいんですけど、こう真横に行っちゃうとどうしてもアクションも大きくなるので、でふらつく原因になりやすいので、やっぱり足の入れ替えは安心してできた方が便利ですよね。そうですね、便利なんですけど、足入れ替えるの嫌だっていう人は、それも怖いっていう方はですね、もうここでキルスイッチ切っちゃってください。キルスイッチ、キルスイッチ切っちゃえば、もうクラッチ離せますんで、でエンジンかけるときはキルスイッチ戻してクラッチに行ってセル押してあげればいいと思うので。そんな技もあるんですね。そうですね、足入れ替えなくてもいいのかなと思います。あとは料金所ですね、今もね現金払わなきゃいけない料金所結構あるんで、そういうところではもうニュートラル出さずにキルスイッチを切っちゃった方がやっぱ安定感があると思います。普段はじゃあ足の付き替えでその長い信号とか手を離さなきゃいけない時とか、キルスイッチを使うっていう技を使うと便利ってことですね。そうですね、キルスイッチ使った方がギアも入ったままなんで、そのままクラッチ離して両手離しても安心してるんで、そういうところを上手にシチュエーションに合わせて使った方がいいかなと思います。